こいいかな、スコヤさんが指定した得意ジャンルは医療でございます。やった、これはどうですか、スコヤさん。間違えたらもう職なくなります。やったやった。いやもう後人生をかけた3問になりますかね。やばい、どうしよう。ちょっとやっぱりこういうジャンルはやっぱりクイズノブのお二人はやっぱり強いんじゃないかなという。そうですね、まだボカロよりは勝ち合えそう、うん、あとやっぱり相手が逆にこう人生かかってんなみたいな感じになってるジャンルっていうのはメンタル的に取りやすいですね。言ってること最悪じゃないか。ここを取りますよ、ここを取ってメンタルから立ち直します。うお、うん。さあそれでは行きましょう。医療ジャンルからの問題、1問目です。問題、 5% ブドウ糖液や生理食塩液などが代表的な、さあ誰が早かったか、スコヤ。頭頂液。正解。あれはすげえ、これはすげえ、これはすごいぞ。何だったんだ。さあ正解は頭頂液でございまして、一応問題こちらですね。 5% ブドウ糖液は生理食塩が代表的な体液とほぼ同じ浸透圧を示す液を何という。正解結構思ったよりガチな問題出てるんだけど、本当にびっくりしちゃった。浸透アカデミックな問題が出てきましたね。これちょっと解説山口さんお願いしていいですか。本当に普通にガチな問題だ。浸透圧というのはですね、まあ、低い方から高い方へ、まあ、液体の成分が移動するものなんですけど、うん、ものというかそういう浸透圧が低い方が、はい、から高い方へ液体の成分が移動するってことなので、これですね、点滴とかの時に、うん、あの頭頂液じゃないとあのどっちかがどっちかにこう成分が移動しちゃうので、頭頂液をつかないといけないと、ね、血液持ってかれちゃったりする。そうですね、という結構難しい問題だったんですが、さすがスコヤさんという。押してた、押してましたよ ね、押してたから、押してる動作が見えてたんだ。そうすごいわ、引き上がるわ。それでは2問目参りましょう。医療からの2問目は問題、通常より脈が速くなった状態を、さあ誰が押しました。はい、私でございます。伊沢さんどうぞ。序脈。正解。お見事でございます。これはクイズの技が光りましたかね。はい、問題をちょっと最後まで読ませてください。文章出ますでしょうか。はい、通常より脈が速くなった状態を順脈と言いますが、通常より脈が遅くなった状態をなんという。正解は序脈でございます。いや、これは読み方で分かったけどその言葉が出てこなかった。おぉ、はいさん分かってたんですね、すごい。どうなの、デスガ問題って言うんですかね。はい、そういうことですね。デスガの前の文章が短そうだったので、これデスガになるかなと。プロだ、クイズのプロだ。こっちにも分かってる人がいたわけだからすごいね。さすがですね。これはクイズでもねよく割と出るような問題なので、さすが伊沢さんという。よっしゃ、通ったよ。取るとこ取った。今の悔しいな。悔しそう。ここでクイズのチームにポイントが入りました。さあ、ここからどういうふうに揺れていくのか。では、医療3問目参りましょう。始まるぜ。問題。野菜の名前を多く言う。100から7を順番に、さあスコヤが行きました。答えどうぞ。回転式長谷川スケール。正解。誰素晴らしい。誰、さあ長谷川とは誰なんだ。行った上マジで来ると思わなかった。さあこのクイズの女王は強いですね、ちょっとね。じゃあ問題一応最後まで読みましょうか。はい、出ますかね。野菜の名前を多く言う、100からの順番に引く、見た5つの品物を覚えるなどの項目がある、認知症を検査するためのスケールを、開発者の名前から何というでしょうか。正解は長谷川スケールでございました。すごい、初めましてだった。いやいや、すごい。長谷川さんが開発したということでよろしいですかね。そうですね、長谷川和夫さんによって考案されたので長谷川式スケール。そのご本人も結局認知症になられたとか。すごい、補足まで。補足違ったっけ。違うかもしれない。あ、合ってます、合ってます。補足をちゃんと分かってた山上。長すぎる、ごめんなさい、仕事と。大丈夫。いや、すごい、めっちゃ強いな。いやいやいや、やばすぎる。いやいやいや、得意だ。伊沢さん、林さんも長谷川式スケールぐらい聞いたことはありますからね。でもね、物押しは普通にあの
大会で出るやつよ。そうですね。今日あの学生の一番強い人たち集まる大会の解説してきたんですけど、仕事で。あのね、それのペース。うわすごいっすこれは。それも難しい多分。すごい。すごいねこれは。100から7を順番に引くっていうのが実際に結構やるから。うん、それで。これは経験の仕事ですよね。これはすごいや。いや。跳躍マジでやばかったから本当に。跳躍は強いなというのがね。いやー、はい、いやー。ちょっとクイズ王チームが戦慄を覚えるような展開と戦慄超えて感動しましたね。感動したね。いやな本当にねいい推しでしたね。公的種として認められたみたいな。すごい。いざ生で見るとすげえってなるから。そうですね。ちゃんと知識に基づいてましたもんね。うん、いやでもその中ではやっぱりねあのねデスガ問題のこのイブシギンと言いますかね。テクニック面でやはり一途勝があるぞっていうところがありましたから。テクニックはなかったけど知識の凄さは見ましたね今ね。すごいわ本職は。全然感動した。仕事続けられますかね。胸張ってください。ありがとうございます。人繋がりやつだなこれは。染め解放で遊ぼうよ本当の名前で呼び合って生きたくないと言えばいいんだ。